楽しみにたくさんの皆様にお集まりをいただいております。さあもう間もなく広場ステージにおきましては、神戸華僑総会ファーイ民間舞踏隊の皆さんによります舞踊を皆様にはお楽しみをいただきます。さあ最前列の方の足元には赤のテープが貼ってございます。それよりも内側には入らないようおっしゃることなく、ゆったりとした気持ちで皆様にぜひ舞踊をお楽しみいただきたいと思います。それではお届けをくださる皆さん、ご紹介をさせていただきましょう。この神戸華僑総会ファーイ民間舞踏隊は1974年に神戸在住の華僑2世3世、現在は3世4世の華僑華人日本人で結成された中国舞踊グループです。当団体は1990年頃より舞踊の技術を中国から定期的に講師を招いて取得するほか、ハリウッドで活躍するザンジーの指導に当たった講師にも技術指導をしていただくなど、関西では数少ない群舞が踊れる団体として定評をいただいております。さあそんな皆さんに本日最初にお届けをいただきますのは、中国の漢民族の舞踊となります。中国山東省広州汎安地方のヤンコウ踊りで、ヤンコウは日本でいう民謡や地方踊りのようなものとなっております。ヤンコは主に扇とハンカチを持って踊るのが特徴で、人々の間に根付いています。中でもアイアンヤンコは広州のヤンコの踊りの中でもこのアイアン地方だけで踊られているヤンコとなっています。アイアン地方のヤンコ踊りの特徴は、道化師のように突然転びそうな振りや強撃のような決まりポーズで締めくくるなど、中国の雰囲気を感じ取っていただける楽しい舞踊となっております。さあ本日踊り手としてお願いを申し上げますのが、李美香さん、コ・京宝さん、酒井可憐さん、陳海さん、ヨウ・リミさんにお届けをいただきます。それではこの時間お楽しみいただきましょう。神戸華僑総会ファーイ民間舞踏隊の皆さんによります舞踊です。
さあまず最初のお届けは中国漢民族の舞踊をお届けをいただきました。続いてご披露いただきますのは中国の古典舞踊となります。現代舞踊の要素を取り入れた手法で現在中国で流行している古典舞踊の一つとなります。連日 TikTok などで数多くの一般市民やダンサーなどがサビとなる部分の動画を投稿している有名な演目となるようです。さあ皆さんはご覧になったことがあるのでしょうか。それではお楽しみをいただきましょう。続いては中国の古典舞踊となります。中国古典舞踊、現代舞踊の要素も取り入れた手法、現代中国で流行している古典舞踊の一つお届けをいただきました。さあこの神戸歌教総会ファーイ民間舞踏隊の皆さん、コロナ以降は数年に一度の中国研修も難しい中、技術や体力を落とさないよう週2回の練習を維持し、さらなる技術の向上と日中友好、そして国際交流に寄与することを目指し、地域および歌教社会との交流や兵庫県神戸市からの出演以来にも積極的に参加されている皆さんです。昨年の中秋節に引き続き本日こうして皆様の前で舞踊をご披露いただくことができました。メンバー皆さんとっても喜んでくださっておりました。ぜひこのような機会がますます増えていくことを願い、そして全土が幸大きい未来になるよう、そんな思いを込めたこの後は漢民族のたこ揚げの舞踊をお届けいただきます。
さあその舞踊、まずはご紹介させていただきましょう。中国漢民族の山東省近くの舞踊、大きな凧を2本使って空に羽ばたく凧を表現した舞踊です。ここ南京町の春節祭でも幾度となくリクエストをいただき演じていただいております。現在のコロナが一日も早く収束し、空に高く高く登っていく凧のように前途が幸多きことを願い、心を込めてこの舞踊をお届けいただきましょう。それではご覧ください。どうぞ。
さあ皆様の前途が幸大きいことを願ってのお届けをくださいましたのは、神戸華僑総会ファーギー民間舞踏隊の皆さんでした。どうぞ温かな拍手お届けいただきましょう。本当にありがとうございます。さあもうとっても美しく華麗な舞踊をこの時間お届けをいただきました。さあそして本日皆様にお届けをしてまいります。本日最後のステージは19時頃から予定をしております。さあお正月といえば欠かせないお祝いの舞姉妹のお届けとなります。お届け